さんこんにちは、わたるでございます。昨日自動車の立ち往生してしまった際についてお話しいたしました。立ち往生した場合は十分な食料であったり毛布が必要になります。しかしながらまだ足りないものがあります。自動車の運転中に立ち往生してその場からしばらくの間動けなくなってしまった場合、当たり前ではありますけれども雪がどんどん積もっていきます。雪が降り積もるということはマフラーにも当然雪が積もってきます。その雪がマフラーを完全に塞いでしまうと排気ガスが車内に逆流して一酸化炭素中毒で死亡事故に至る可能性も十分考えられます。車内に排気ガスが逆流しないようにマフラーの出口を十分に確保する必要があります。なので立ち往生してしまった場合、マフラーの周りを定期的に除雪してください。そのためにも車内には除雪用のスコップを搭載しておくことをお勧めいたします。マフラーの周りの除雪絶対に忘れないでください。自分自身の命を守るためにも絶対に欠かしてはなりません。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。わたるジャパニーズ、それではまた明日お会いいたしましょう。バイバイ。